このドライアイスをキルキル砕いたものをこちらの麦茶に入れていきます。なんで麦茶なんでしょうね。なんででしょう。若干粘性のある液体というのがポイントらしいですよ。麦茶って粘性あるんだろうね。ね、そんな風に見えるけど、ボコボコしております。ボコボコしてる。じゃあここからタイ、あ、見える見える。